グランテスト地域圏はフランスの地域圏、グランテスト地方及びグランテスト州とも訳される。かつてのアルザス地域圏、シャンパーニアルデンヌ地域圏、ロレーヌ地域圏が統合されて、アルザスシャンパーニアルデンヌロレーヌとして2016年1月1日に発足した。アルザスシャンパーニアルデンヌロレーヌという名称は地域圏の名称として今後使用されるわけではなかった。 この名称は、アルファベット順に、かつての地域圏の名称を並べたに過ぎず、新しい名称が国務院のデクレによって選択されるまで、法律上使用されることとなっている。2016年7月1日をもって、統合後の新地域圏議会において可決された、新名称が用いられることになっていた。この一時的な名称を、メディアでは短縮形のあるか、または、 わかるとして報道していた。2016年4月29日に行われた地域県議会において、グランテストの名称について、議論と採択が行われ、104票の賛成票を得た。さらには、混成ゆでたの承認を受けて2016年10月1日のデクレの対象となる。2016年9月28日より、グランテストが公式名称となった。 北をベルギーと、ルクセンブルク、北東から東を、ドイツ、南東をスイス、南を、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、西を、イルドフランス地域圏及び、オードフランス地域圏と接している。グランテスト地方は、主に、中部地方の都市との提携が盛んである。ありがとうございます。